欧州漢受験生の皆さん、こんにちは。では、今日はですね、具体と抽象ということで、話をしていきたいと思います。ちょっと難しい、わけのわからない言葉が出てきたなというようなところかと思いますけれども、具体というところは、皆さんも具体的にというような形で、よく使うところかと思います。作文などをするときにね、具体的に自分の体験を書きましょうというようなところで、具体という言葉ね、出てきますよね。そして抽象という言葉ありますけれども、ここのところ具体と抽象、この、それぞれですね、具体については例えばという接続語でつながれる、抽象についてはつまりという接続語でつながれる、このような形で捉えていただくと分かりやすいのではないかと思います。では、ここで具体的にね、例を出していきますけれども、サッカー、ゴルフ、野球、つまりスポーツです。ここのところつまりでつながれる関係ですね。これが抽象だよという形で捉えていただければ分かりやすいのではないかと思います。抽象、つまりです。サッカー、ゴルフ、野球、つまりスポーツ、まとめて言うとスポーツというような形ですよね。一方、逆の矢印を考えましょう。スポーツ、例えばサッカー、ゴルフ、野球という形ですね。こちらのスポーツからサッカー、ゴルフ、野球へとつながる矢印、この流れが具体だということになります。具体というのは例えばで表すことができるところですね。スポーツ、その内容を具体的に表しているわけです。例えば具体です。一方で抽象の方はサッカー、ゴルフ、野球、それをまとめて表現しているわけです。つまりスポーツ。ここのところ具体と抽象の関係ですね。例えば、そしてつまり、ここのところの論理的な流れですね。しっかりと、捉えていく論理的思考力のところにつながってきます。欧州漢受験でとても重要なところですね。論理的に考える、つまり例えば、この接続語の流れのところですね。具体と抽象の関係です。では、以上ですね、本日は具体と抽象について、解説をしました。それでは欧州漢受験に向けて頑張ってください。